さんこんにちは、DT 村田です。今回はスペシャルゲストをお越しいただいております。2011年ですよね、世界選手権日本代表、はい、で現在は、静岡で DRT 卓球場を運営されておりまして、今ナショナルチームのコーチもやられてますか？ジュニアナショナルチームの、はいはい、コーチをしてます。そんなすごい方です、山梨ゆずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと緊張してるんですけど僕今日お越しいただいたのはついに出るじゃないですか、水野から。はい、はい、オールスター JP ですね。はい、こちらを開発するにあたって山梨さんも幾度となく指導をしたりとか、はい、ここがダメだこれはいいっていうのをやり取りしたと聞いてるんですよ。はい、はい、その話をちょっと聞きたいなと思ってちょっと来てもらってるんですけど、はい、山梨さん、このラバーはどれぐらい前から試作段階から売ってますか？はい、3年前3年前から、はい、スタートしました。3年、はい、結構年月かかったんですね。かかりました ね、 ね、はい、どうでした最初、正直これどうですかって出てきたラバー時の率直な感想ってどんな感じだったんですか？はいはい、最初はSA よりもすごい弾むラバーの試作段階で第1弾で来てもらって、ですごい感触も良かったんですよ。でじゃあこれでちょっと打ってみてくださいって言って1日2日打ったらちょっと粒の方が結構切れ始めちゃって、そうですね表はそういうところデリケートなので、この前南波選手来てくれて、はい、で南波選手はその JP の良さみたいなのを、はい、全面的に教えてもらったんですけど、はい、なかなか試作段階の話って聞けなくて、はい、弱かった。でそれを強くしたら今度またなんかダメになったとことか、なんか山下さんまだ違うってところありました？ありましたね。第2段階は、弾みがちょっとこう弱くなったりとか、なんかちょっとイメージ的に硬くなりすぎて、うんうん、なんだろう、ナックルがちょっと少し出づらいとか、あー、なるほど。あとは下回転は結構滑っちゃったりとか、なんか少し1よりはなんか難しくなりました。あー、強くなったら使いに行ったみたいな難しいっすね、モテって山梨さんから見て SA の素晴らしさというか、はい、良さってどこにあるって思ってとかあります？やっぱり回転がすごいかかるっていうところと、弾みの、その弾く時の音とか食い込む時っていうのがブロックがしやすいとか、うん、結構表の中でトップクラスっていうのは、はい、感じました。やっぱそうなんですね。はい、あれだけロングセラーで売れてる商品ですか？はい、それを超える単に、何回ぐらい、何段ぐらいまでやったんですか、大体JP は。 5ぐらいやったと思います妥協せずに、はい、やったわけですね。はい、だんだん良くなっていって、はい、あ、なんかこれならいけるんじゃないって思った時は、はい、SA から何を上回ったというか、全部上回ったんですか？全部上回りましたけど、一番びっくりしたのが、うんうん、やっぱ重いボールを受けた時っていうのが、やっぱ表の選手って結構その重いボールに対して負けてネットにかかることが多いんですけど、はいはいはい、それをネット超えるっていうのがなんかもう感動してしまって、はい、もう手放せないと思いますそこなんですね。はい、じゃあ回転量とかスピードとかはもう問題ないと？そうですね、自分のコントロール次第ではもっと上に行くし、うんうん、ナックルも自分でこう作れるしっていうので、はい、なるほど3年間の年月をかけて作ったんですねこの JP。 はい、山梨さん的にこう JP の一番の推しポイント？いや、やっぱりその、なんだろう、自分があんまりこうコントロールっていうかしなくても結構あれ、これ入らないボールが入ったとか、初心者でも使いやすいし、うんうん、レベルが高い選手にも自分が思ってる以上のスキルを出してくれるラバーと思います。はい、山梨さん個人的に一番この技術はもうとびっきりやりやすいっていう技術なんかありますか？下回転の、うん、弾くボール。あー、なんかやってましたね、山さんも。あ、本当ですか？パチコンやってましたやっぱあれはやりやすいんですけど、でも表それ大事ですよね。大事です。ですよね。はい、で、なんか音聞いて飛び方を見る限り、僕表使ったことないんだろうなと、はい、なんか
コア表の人もめちゃめちゃやりそうだなって。やりやすかったです。ですよね、はい、間違ってなかった、よかった。なるほど。じゃあやっぱりこう初心者の方から上級者、はい、なんか上級者のラバーってどうしても難しくなってしまうことが多いじゃないですか、はい、特に裏ソフトとか、はい、でもこの JP に関しては始めたばかりで表から始めようかなっていう方でも全然使える、使いやすいです、はい、そこがめちゃめちゃいいですね、はい、全部の層を取れるラバーってことですね、はい、大丈夫です、皆さん山石さんがこう言ってくれてるんで間違いないです、はい、安心してお買い求めください。今 SA 使ってる人は変えた方がいい、はい、変えた方がいいです。お断言ですね、それはもう皆さんそう言います。聞いた人、はい、あ、やっぱそうですね、はい、じゃあ SA 使ってる人は強制で1回変えてください、はい、はい、お願いします。で表使ってる人も強制で1回使ってみてください。なんか多分一番こう試作段階から打たれている方だなと思って聞きたかったので、はい、ちょっと安心して僕もご利用しできるんで、はい、もう11月の多分、まあ、下旬ぐらいまでには店頭に並ぶんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ一度打っていただいて感想を SNS とかに上げてもらえると嬉しいです、はい、で今日せっかく来てくれたのでこの後ちょっとラケットのこととかいろいろ聞きたいと思いますので、ぜひ次の回もお楽しみにしていてください。それでは1弾はここで終わりたいと思います。山下さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.